フェイト、グランドオーダー、藤丸律かはわからない。ごきげんよう諸君、今日は特別に私のフェイバリット寝具を紹介するとしよう。それが最近導入されたカルデア式置き菓子システム。好みの菓子と引き換えに代金を置いていく無人販売というわけだ。今日はこのフィナンシェをいただこうかな。さてキューピーを。藤丸！もともとあった貯金箱を落として割っちゃって。そっか、今度から気をつけなさいよ。じゃなくて、代わりに聖杯を置く方がはるかにまずいでしょ。君、70個以上あるから1個くらいいいかなって。そんなにあるの？ゴルドルフ君、驚くとこそこ。聖杯はたくさんあるよ。私も時々ショップで扱ってるし。そうなの？結構さらっとくださる方もいらっしゃいますし。一サーバントか？たまに何もしなくてももらえる時あるよね。何それ、生きてるだけで偉いみたいなこと？嘘でしょ、私がおかしいのか？だって聖杯って貴重な魔力リソースで。新所長、そんなに欲しいなら一つあげますよ。違うわ！ありがとうございます。保管場所にお困りなら1個と言わず2個、3個。どこから出た貴様、金！マスター、聖杯大放出中ってマジ？ああ、突如大量に通りすがったサーバントたち。うわ、マジじゃん。拙者ハーレム作りたい。女の子たくさん出してくだち。身長、身長、無限の小麦粉。若い頃のわし、見にくい。ああ、うん、誰？いっぱいいる？ニェダン、ハレム？いや、あれは殺し合わずとも良い。話せばわかる。小麦色の慎重なでしょ分かっこたくさん。シルエットクイズ。このシルエットは誰でしょう？あの人かな。いやいや、どうだろう。正解はこちら。わかったかな？それじゃあ、またね。バイバイ。